倒された船長の様子が変わった。自我を取り戻したのか、濁った瞳の焦点が合う。だが、彼はリーナを見た途端、悲鳴を上げて後ずさった。船長、どうしたのです？助けてくれ、俺を出してくれ。取り乱し壁を叩く彼の姿を見て、リーナは閉ざされていた記憶の最後の扉が開くのを感じた。それは自分が沈没した理由。もっと叫んで！